油な添えチャーシュー飯チャーシュー飯は、米飯の上にチャーシューを乗せ、タレをかけて提供される料理である。香港ではどこでも食べられる、ローカルフードである、密重チャーシューを切って、皿に盛ってある飯の上に乗せ、醤油ベースのタレをかける。飯の横には、郊外油菜や、茹でた、レタスなどを横に添える。また、霊油と呼ばれるスープをつける店もある。小楼店と呼ばれる、 チャーシューやローストダックの焼き物専門店で提供されており、安価で注文してから数分で調理が終了することもあって、テイクアウトで買ってゆく客も多い。また、茶山町でも売られている。小老店の店頭に吊るされたチャーシュー生姜飯。小老店は、チャーシューやガチョウ、鳥やハトのローストを専門に提供する店で、香港では至るところに店があり、チェーン店もいくつかある。 持ち帰り、専門店と食堂を併設した店があり、持ち帰り、専門店は肉を客の求める量だけ量り売りするのに対し、食堂を併設した店は店頭で肉の量り売りをする一方、好みの肉を飯の上に乗せて提供する昭和自販を販売している。店員は客からの注文を受けると、注文された種類の肉を包丁でぶつ切りし、 別の店員が用意した飯の上に肉を乗せ、タレをかけて野菜を添える。その間2から3分で出来上がり、一種のファストフードとも言える。小老店で売られる主なメニューは以下の通り。また、飯の上に乗せる肉を、タン、方、双方を選択できる店も多い。茶山町では、チャーシューの上に目玉焼きを乗せた先端チャーシュー飯や溶き卵をかけただけの、 カツタンチャー周販というメニューもある。ありがとうございます。